太平洋の中心、ココナッツから歴史が作られます。タヒチの名物であるココナッツの葉で編まれた装飾品はニアウと呼ばれ、この伝統工芸品は緑あふれる自然に囲まれるポリネシア人の恩恵そのものです。太平洋諸島の人々は伝統を引き継ぎながら新しいスタイルを取り入れることで先祖と新しい世代を結びつけているのです。